ということはだいぶ伸びてますね。で、食欲減強でもあるんですね、はい、体重とか測ってます？測ってないです。測ってないですか、はい、OK、いいですよ。ね、羽もカットした方がいいということ。はい、そうですね。今までカットしたことあります？羽は。はい、動物病、飼ったところで。あ、飼ったところで、はい、はい、さてと、ももちゃんね、ももちゃんそうすると9月生まれぐらいだから3+8ヶ月か、8ヶ月でぐらいですね。はい。で、いつも食べてるご飯は皮付き昆布、これですかね。あ、これじゃないです。あ、これはペレット、はい、ペレットもあげてるわけですか。あ、そうです、混ぜて全部。どっちも食べます？はい、どっちも食べます。はい、ですね。から、皮付き昆布にはボレーコ入ってます？はい、入ってます。はい、そう、ボレーコ大事ですからね。はい。あと、日光浴は？日光浴も、半日、半日もする。日光浴というか、カーテン越しに、かけて、で、3時ぐらいになったら鳥、ね、影の方に移すと。それで、外ってことじゃなくて、中の、縁側の内側の方ですね。あ、それガラス越しじゃないですか。ガラスの、一つ部屋入ったところなんで、ちょっと暑くなりすぎるね、縁側。そうですよね。はい。はい、はい、じゃあ、帰ってもらおう。ご飯だけは入れといてもらって大丈夫ですか？くちばしは相当伸びてますね。これ今まで切ったことないですか？買った時はもちろん普通だったんですよね。でもだんだん伸びてきちゃった。1月に来てからもうこの期間でこんだけ伸びちゃったんですね。なんか肝臓が悪いとこうやって伸びるとか言いますけど、それも肝臓悪いですか？いや、なかなか換気の検査を取りできないからさ、あとこういう爪がね、はい、黒く内出血したりするのも肝臓悪いサインですね。だから痩せてきますけど、まあでも栄養状態はちょうどいいの、100と100ありますよ。あ、そうです。筋肉、こう触ってみてください。あ、はい。これ筋肉なんですかね。はいはい。で、真ん中、あ、で、ここがその、でも今はご飯あんまり入ってないですね。あ、ここにご飯溜まっててほしいんだけど。それからあと、ここがお腹、触ってください。はい、あ、硬いですね。そう、ここは骨があって、そのままずっと下に降りていくと。あ、骨がないとかです、はい、そこがお腹。で、ここは膨らんでるとダメですね。あ、でも、へこんでます。はい、ただ、そのにはご飯があんまり入ってないから。ああ、そうですか。はい。はい。翼もカットしていいんだったら先にさ、翼カットしますね。お任せします。ね、トジャリスタートしてくれる？